はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は得意練習に週持ちキャラピックアップガチャを引いていきたいと思います。バナーキャラは虹谷国樹荒方火山院で、荒方がデビューキャラとなってます。で、荒方に関しては野手キャラで得意練習か打撃と筋力の、2種類持ちになってます。一応一押しキャラで見てみると、得意練習とかは特に書いてないのか。野手なら金徳スイープが取れますと、なってますけれども、まあ、スイープはね、ちょっと不確定にはなってて、一応ただ骸骨は自分で、持ってんのかな、まあ、そんな感じに、なってます。で、今回はバナー30連バナー40連の、ところまで引いていきたいと思います。まあ、あとね、この中でいくと国樹もね持ってないんでね、国樹はちょいちょい復活しているんですけれども、まあ、SR で、手に入れられる機会がなかなかなくて、今回できれば欲しいかなというところですね。じゃあ例によって単ガチャから引いていきましょう。ほい、とりあえずグググポン、普通、はい、荒方 PR と。じゃあ10連、ここは PR 以上の荒方枠がありますね。荒方枠があって SR の出現率2倍なので、荒方枠で出現率2倍の SR が出てくれると嬉しい。すげえ普通だな。持ってます。あ、これはじゃあ R かな、国樹 R という感じですね。まあ普通で、20連目ここは SR 以上1枚確定してますと。16倍って今とまた虹が出た。前回ね PSR 手に入れたけど、キラーン、お、また PSR 2つ入ってる。前回と同じパターンだな。ここは SR、 おしぐれちゃんかユニとかの方がねいいんだけどな。これをどうするかだな。一応持っておく。お、 PR の虹谷がいる。やっぱ PSR の出現率、ほら、なんていうの、その出現確率表記されて 0.5 になったじゃないですか。やっぱ昔は相当低かったんだね、それ考えると。で、30連目、ここは、バナー SR ですね。また虹だ。まあ SR 系の演出の虹なのか PSR 系なのか、あ、キランがないね。で、2つ、お、虹谷、よし、虹谷は PSR があるからね。よし、国樹もゲット。え、マジでまた PSR かなんか前回から調子いいな、 PSR の調子がいいな。国樹は SR を通り越して PSR を手に入れてしまった。解放ができないんだよ。だからまあでも使っていきましょう。国樹はねエビルでね使いやすいんですよね。まあアプリの話なんですけど、でアプリの方だとね40でミート上限アップが開いてるんで、それが将来的にどうつながってくるかですね。そしたら PSR の告示は相当嬉しいな。ほい、40連目、まあ、あとは荒方がここで手に入るかどうか、この1枚。あれは普通の国樹が来た虹谷の RR、 他は全部あるだな。そうか、で荒方はね、まあ、ちょっと今回 SR が手に入んなかったんですけれども、テーブル的にはなんていうの、練習効果 15% で PSR って練習効果 30% のある、まあ、そういうテーブルになってて固有もついてるはずです。で打撃筋力で筋力ボーナスと精神ボーナスが固有でついてるのかな。
まあ、そんな感じなんでね、結構、使いやすいキャラにはなってると思います。まあ金徳深くてスイープがねやっぱりちょっと敏捷として重いっていうのはありますけども、まあ悪くないキャラクターだとは思いますんで、ちょっと欲しかったけれども、まあ今回 PSR の国寿君、手に入ったので、まあちょっと、そちらの方も使っていきたいですね。まあ、国寿君はね技術ボーナスっていうところが若干あれですけど、あとね円卓の方も、配信決定になって、これが12月10日で、その前にサクチャレやりますということで、メジャーサクチャレですね。でメジャーサクチャレの、特攻キャラが特攻キャラが、まあ、割と2種類持ちの、キャラが多いですというところですね。あらかた入ってて、特攻2によりか火山院とかね、まあ、まともとか幸子さんとか、メジャーキャラはだいたい特攻2で、うなごろうくんとかとどろくゴーダの佐藤くんが、としくんが特攻3、まあそんな感じか。まあ、ちょっとデッキの組み方が難しそうなんだよね今回。まあ、これもね始まったらちょっとやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。